5月26日に突然、所属事務所であるホリプロから芸能活動休止が発表された女優の深田恭子さん。現在38歳の彼女は、2020年の春頃から体調を崩していたといいます。そして今月、適応障害と診断されたのです。突然の活動休止を発表する2日前である24日、彼女はキリン午後の紅茶新商品&新プロジェクト記者発表会に出席していました。その際、目はうつろで声はかすれ、痩せたのでは、という声も視聴者から寄せられていました。またイチゴを試食するときにはイチゴを机に落とすというアクシデントもあり、落としたイチゴを笑顔を見せながら手で隠すという対応で会場を和ませていたものの、どこか元気のない様子だったのです。今回の活動休止は、16歳から芸能活動を始めた彼女が働き詰めだったことが原因ではないかと言われています。しかし出演が決まっていた7月期のフジテレビのドラマを降板するなど、それ以外にもよほど理由があったのではという声も上がっています。主演予定だったフジテレビの連続ドラマは、女優の比嘉愛未さんが代役を務めることが明らかになりました。ドラマのタイトルは、推しの王子様。関係者によると深田恭子さんの降板が制作陣に知らされたのは、休養発表の数日前だったといいます。それを受けて制作スタッフが代役を探し、ドラマの企画を理解し、スケジュールの都合もついた比嘉愛未さんが候補に上がったといいます。今作の企画を担当した狩野裕太さんは、このようなタイミングで心よくお引き受けくださった比嘉愛未さんには深い感謝の念しかございませんとコメントしています。比嘉愛未さん自身は、この度大きなお役目を頂戴いたしましたが、今までいただいてきた役、どれもすべて全身全霊で演じてきました。それは今回も変わらず、気持ちは同じですと急遽決まった代役にも真剣に取り組む姿勢を見せてくれました。しかし実際、適応障害と聞いてもパッとしない方もいると思います。最近は精神疾患がやっと少しずつ理解されるようになってきた世の中ですが、まだまだ理解は必要だと感じます。適応障害は、ある特定の状況や出来事が、その人にとってとても辛く耐え難く感じられることで、そのせいで気分や行動面に症状が現れてしまうのです。症状の例としては憂鬱な気分や不安感が強くなったり、涙もろくなったり、過剰に心配したり、神経が過敏になったりします。不眠、食欲不振、全身倦怠感、疲れやすい、頭痛、肩こり、腹痛、めまいなどの身体症状が現れることもあります。仕事や学校に行けず、欠勤・欠席や遅刻、早退などを繰り返す人もいれば、暴飲暴食、ギャンブル中毒、物を壊すなど問題行動を起こしてしまう人もいます。症状が重ければ仕事や家庭など日常生活を過ごすことさえ難しい、辛い病気なのです。深田恭子さんは芸能活動を休止してしばらく治療に専念するというので、症状はかなり重いのかもしれません。気になるのは、2019年に交際報道のあった杉本博之さんとの関係です。不動産事業のほか、ベンチャー投資、会員制の飲食店運営を行っているシーラホールディングス会長である杉本博之さん。2020年の末までは順調な交際が報じられていた二人ですが、現在は一部で破局説も出ています。交際報道の直後に二人で金沢のセレブ病院の人間ドックを受けた際には、ブライダルチェックではないか。と、結婚まで先読みされていた二人。しかし交際報道から3年経った今、杉本博之さんは多忙を極めているそうなのです。彼は現在の年商200億円ほどで、昨年は過去最高益を叩き出し、業績は好調のよう。そのため、多忙な日々を送っていると言います。24歳で、スグラントコーポレーションを創業させた杉本博之さん。当時、史上最年少の28歳で上場させ、一躍時の人となりました。しかし、リーマンショックで不動産市場の暴落の煽りを受け、2009年に民事再生法の適用を申請したのです。自己破産したものの、直後に現在の会社を起業して順調に業績を伸ばしてきました。あまたの修羅場をくぐりつつも、現在はやり手経営者と言われるほどになっています。リーマンショックによる倒産を経験したことも、その後の経営は攻めることを大切にしながらも、タイミングも考え慎重さを失わない経営スタイルを貫いています。倒産した過去を振り返り、
一言で言えば、調子に乗っていたと話していたこともあり、過去の失敗が今の成功の要因の一つになっているのかもしれません。ちなみに会社のホームページにあるシーラホールディングスの価値観にも、周囲が悲観的な時、景気が悪い時は攻めの時であり、周囲が楽観的で景気が良い時こそ守りの時である、リーマンショックを忘れるな、実力以上の借金が身を滅ぼすという言葉を綴っているほど、過去の失敗を忘れずに慎重に経営をしていることが伺えます。深田恭子さんとの恋愛がまだ続いているのかはわかりませんが、その経営スタイル同様、結婚に対しても慎重になっているのかもしれません。一度挫折を味わいながらも努力を続けた杉本博之さん、そんな彼ならば人の心の痛みも分かってくれそうな気もします。今の深田恭子さんにとって心の支えになってくれていることを願っています。皆さんはこのことについてどう思いますか？コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。